おはようございます。2017年3月29日の午前5時です。これから黒石市のおこのぎというところに行きます。津軽地方にはまだまだ真っ白な雪が広がっています。今日はあいにく、岩木山も八甲田山も、曇っていて見えません。いつもはこちらの方向に、岩木山がドーンと見えます。ここおこのぎにはですね、100円温泉があります。約20年間続いている100円温泉なんですが、昨日ですね、ちょっとして、今月いっぱいで営業を終了するという、張り紙が貼り出されました。今日は100円温泉の最終日です。たくさん車が並んでいます。2017年3月31日18時20分になりました。あと10分で、100円温泉の営業が終了します。源泉のかけ流しに洗い場が2つ、以前脱衣所がない頃はこのスペースが脱衣所だったそうです。